はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ。今回はね、もうシンプルです。なんか最近ちょっと動画が全体的に長くなっちゃってるんで、今回はね、ダラダラジオサクッと終わらせます。まあ、報告と反省と、自分が今回体験したことからみんなへのフィードバックみたいなのがちょっと言えたらなと思うんだけど、テーマ見てもらったら分かるように、テレビに落ちましたっていう。落ちた！あ、もう何のこっちゃった方もいるよね。これ、ただ生放送かな？ YouTube ライブでの生放送かなんかでちょっと触れた気がするんだけど、ちょっと前にテレビの話が来ててですね、本当に結構有名な番組なんですけど、それに、話をいただいて、ディレクターの方と打ち合わせをして、で、会議にかけてお返事しますっていうお返事が、ダメだったんですよ。でもしかもね、それがね、気を使わせていてですね、もうダメでしたっていう感じじゃないの。すごいね、遠回しでまだチャンスはありますみたいな、また連絡するかもしれませんみたいな、それしないですよねみたいな。気を使わせてることがまた心苦しかったんだけど、そんなこんなで、もしね、その話を覚えてる方もいるかなと思ったんでね、ここで報告させていただきました。すいません、ダメでした。で、ちなみに、2連敗なんです、これ、テレビの話、これで。そう、前回もダメで、で、今回も前回も、今までそういう出演の仕方がなかったんで、ちょっとゲストみたいな感じな出演だったのね。そのハイチのこういう YouTube での授業の活動を紹介していただくんじゃなくて、なんかちょっとゲストっぽいポジションだったの。で、もともとなんかそういうのに活躍できる人っていうのは、やっぱり一芸が立つ人というか、例えば、この人と言ったらこれができますよね、こういう人ですよねっていうのが、やっぱりイメージがちゃんとはっきりしている人だと思っているのね。YouTube もやってて、自分の身近で言うんだったら、例えばあれだね、クイズノックの伊沢くんとかは、もうみんなって伊沢くんって言ったらどういう活躍をするかってもう分かるじゃん、イメージで。で、あとは例えば松丸くんとかもそうだよね。うん。で、分かるでしょ。松丸くんが出るって言ったらどういうポジションで、こういう話で、こういうコーナーなんだろうなみたいな。じゃん。でもハイチ出てったとこでさ、みんなイメージつかんでしょ。そう。だからもともとも厳しいだろうなっていうのは分かっているんだけれど、でもやっぱり挑戦はしたくて、で、挑戦して、今回もねダメだったけど、そのダメだったからこそ、そこから学べることってめちゃくちゃあるんだよね。学ぼうと思ったら失敗から学ぶことなんていっぱいあるし、で、うちひしがれたんだけど今日はねちょっと何日か経ってるんで、もうそんなへこんじゃいないんですけど、もう消化できたからね。でもメール来た日はめっちゃへこんだよね。マネージャーにすげえ愚痴ったもん。ごめんっつってでもね、やっぱり俺もまだ35だし、これから一芸をね身につけることももちろんやろうと思えば可能なんだけど、みんなにもねやっぱり一芸っていうのを何かこう意識しながら生きてってほしいなってちょっと思っていて、それが別に勉強ができるとかでもいいと思うんだよね。スポーツが何かできるっていうのは。それが、スポーツにしてもさ、プロって言ったら何て言うのかな、何て言うの、もう一握りじゃん、そのスポーツをやってる方の中でも。そこまでじゃなくていい。例えばちょっと人より上手いっていうものがいっぱいあると、そう、みんながもちろん芸能人目指してるとかだったら話は別になるけどさ、普通に例えば普通にっていうか、高校行って大学行って社会人で会社の企業に勤めてっていうそういうねこう人生プランを立てているんであれば、何か人よりちょっと上手いものっていうものがいくつかあるといいよって思っている。YouTube とかも結構そうだよね。普通にさ、普段やってる、なんだか、普通に全然そう、なんだろうな、イメージつかない人が違うもの、これも得意なんですかみたいなのがあると、やっぱりそれで武器になるし、そう、自分はね、ハイチ全くないんですけど、その辺が。でも逆に言うと、逆でもないか。自分の場合だったら、俺より授業が上手い人なんていくらでもいるし、当然ね、いくらでもいるんだけど、でも、人より、多分一般の方よりは授業を教えるのは上手いっていう、もちろん自信はあるのね、そこに関しては。それだけ練習もしてきたし、板書も、普通の人よりはうまいと思っているから伝えるのもね。だからそれをこう集約させたのがこの活動で、だからこそみんなにこうやって使ってもらえてるというか、ね、そういうふうにこうなんだ分かりやすいって言ってもらえてるのかなとは思ってるから、それも一個の武器だとは思うんだけど、みんなもこれからね、まだまだなんだろう10代の方が多いと思うので、20代でもね30代でも全然関係ないと思うんだよ。時間はあるからさ。だから何か人よりちょっとうまいものっていうのをこう身につけられると、それがすごい武器になる。そうで、ちょっと同じこと言っちゃって申し訳ないんだけど、やっぱり大事なことなんでもう一回伝えさせて。それがプロとかめちゃくちゃトップレベルまでいかなくてもいいの。そこまでいかなければ意味がないっていうことじゃない。何かに打ち込んで人よりちょっと上手いっていうものを増やすのは、みんなにとってもしかしたら一生使わないものも出てくるよ、出てくるけれど、みんなにとっての武器になるのは間違いないから、すごくいろんなものに興味を持ってほしいの。で、興味を持つことに怖がらないでほしいっていうのは、興味持つとさ、三日坊主とか、飽き性の方っていると思うの。で、俺実は今もそうだけど、学生の時とかものすごいそれをタイプで飽き性だったのね。すごく興味持つの、その炎がつくのはブワッて燃え上がるんだけど、すぐ消えちゃうタイプで、親にもねそれで迷惑をかけてきてしまったんだけれど、でもそうなっちゃうからって怖がってる子結構いるんだよ。どうせまた自分続かないしって思う、いると思うんだよね。でもね、続かないしって思って一歩踏み出さないの、俺は間違ってると思って、それすげえもったいないの。人間って興味を持つっていうその瞬間って奇跡だよ。だっていろんなものがあるんだよ。みんなには選択肢が、みんなが気づいてなくて知らない選択肢も含めてめちゃくちゃある選択肢が。なのにその中でちょっと一瞬、あ、なんか楽しそうかもって思ったってすごくない？それを、その人の興味ってすぐ消えちゃうんだわ、ほっとくと。だからその時にひとまずちょっと食べてみよう、触れてみようっていうのは大事にしてほしい。まあそれがね、例えばめちゃくちゃお金がかかるものとかだったら考えなきゃいけないかもしれない。みんな自身がお金出せるものでもないかもしれないからね。だけれど、みんなが持った興味っていうのはすごく大事にしてっていうのは伝えたいこと。それがもしかしたらあの時にね、全然ちょっとふとなんかすげえちっちゃなきっかけだったんだけど、気づいたら10年やってましたなんて人もいっぱいいるし、俺の周りに。そうだからぜひ大事にしてください。そしてそれがね、いつかやっててよかったって思う日が来るから、っていうのを信じてもらえたら嬉しいです。はい、っていうのが、今回テレビを2連敗した、皆さんの先輩からの先輩とか言っちゃったアドバイスでございました。本当に悔しい。いやー、もうでも、まあ、自分は多分なんて言うんだろう、結構ね、その新聞とか、メディア、テレビとかもさ、その活動とかを取材してもらうことは結構多いから、その時にもっとテレビ出ないんですかとか、紹介しときましょうかとかって言われるの結構で、全然いいです、大丈夫ですみたいな、自分そういうの全く向いてないんでみたいないつも言っちゃうんだよ。でも本当そう思ってんの。なんかゲストにさ、 YouTuber ハイチとかも絶対もう何、無理でもね、この活動は紹介してほしいの。そう、なんか紹介してほしいし、で俺やっぱ情熱大陸っていうのがすごく一個ね、ずっと目標であるので、それはちょっと話がそれちゃってごめん、ちょっと結構長くなっちゃってる、ごめんな、ちょっともう一個やつで、俺取材してもらうのがすごい好きで、実はそうで、なんでかっていうと、自分の生きてきたものとか考え方っていうのを人に伝えるわけじゃん、取材っていうのは。それをその人が俺の人生を切り取って、その編集して一個の作品にしてくれるわけよ。だから自分は同じことを毎回伝えているんだけれど、その人によって切り方が違うのね、編集の仕方が。でそれを見るのがすごく好きなの。この人を取材してくれたこの方にとって自分はどう映ったのかなっていうのが、それがすごく楽しくて、情熱大陸なんてまさしくそれじゃん。だから自分の、多分ハイチっていうものにこうスポットライトを当ててくれて、長期間取材をしてくれて、編集してくれてっていうのにやってくれるから、その編集してくれるというか、撮ってくださった方がハイチをどう作ってくれるというか、こう見せてくれるのかなっていうのがすごく好きでね。そうだから、そういう意味では自己満足もある、取材してもらうに関しては。あとは単純に YouTube で勉強ができるんだぞって、 YouTube で勉強って別に悪いことじゃねえんだぞって、うちの子たくさんさ、ユーザーの子がいるわけよ。こいつらすげえだろっていうのが見せたいの。でそこからさ、取材してもらって初めて気づくこともね、あ、いらっしゃい、どうぞ使ってってって思うんだけど、前々から使ってた俺の生徒すげえだろっていうのがすごく言いたくって、そういった気持ちもあるから、これからもね、多分取材っていうのは来るだろうし、それはね、どんどん受けていって、こう世に発信していこうとは思っているんだけれど、やっぱりこうね、コーナーの一つのゲストでハイチっていうのは厳しそうでございますという話でございました。あー、すっきりしたちょっと自己満足のダラダララジオになりましたけど、でも途中で話したことは本当にね、思ってることなんで、みんなのね、人生にとってちょっとスパイスというか、考え方の一つとして持っといてもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、今週のダラダララジオは以上でございます。また来週ね、何か喋っていきます。あと夏休み中、生放送、一緒に勉強しようのね、生放送やらないんですかって結構言われてるんですけど、やりますってか、毎日とかは無理なんですけど、週2回ぐらいは最低できるようにします。ちょっと今ね、スケジュール調整していて、今週の末ぐらいからできるかなっていう感じではいるので、またコミュニティ機能を流しますので、もしねチャンネル登録してない方はしてお待ちください。していただけるとコミュニティって見れると思います。もしくは Twitter の方でも流しますので、その辺で確認してもらえたら嬉しいです。では長くなっちゃった結局ね、長くなりましたが、今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。